そしてベスト4からはルールが変わります。先行の MC なんで S1 に8小節4本か16小節2本、そしてごめんなさい、ビートが2曲のうち1曲好きな方、それも選択権があります。そして変わらずバトルビート担当してくれるのは DJ パン、そして DJ バスター、大きな拍手を。 OK、 それではどっちから、バスターさんから聞かせてください。さあ DJ も試してきてます。続いてパン聞かせてください。選べないが選んでください。 DJ パンさんで、パンさんで尺はどうしましょう。84で OK、 8小節4本です。それでは参りましょう。ベスト4第1試合、先攻が S1、 後攻がアスカ AKA キャットマン、 DJ はパン、8小節の4本勝負、レディーファイト。相手はキャットマン、猫みたいな顔でこっちを見てない、目と目が合ってない時点で俺の勝ち決定だな。イエー、決まっちゃってんのかな、巻いてるドゥーラグ、俺の言葉が心から踊りだ、さっきのダンス DJ よりもヤバいもの見せつける。よう、お前は S1 って言ったら丸亀駅前の S1、 その前のリビリのスタジオダンスしてきた、分かってねえなバカ野郎が。ああ、バルカメだろ、お前どこなんだよ、わからねえよ、それだけじゃ自己紹介からしてくれ、俺は丸亀の飛ぶ鳥アース。生まれは岡山、育ちは香川、高松レペゼンできてる、香川で宝を見つけに来た俺たちには仲間がいるからな。中学の頃から来てた墓場、いつだってここで負けたらば墓場って気持ちで、ここに立ってる気持ちならば負けてない、いつだって俺は墓場、イベント出てライブもかましてきた、ライブでダンスバトルもいっぱいこなしてきた、岡山から来た知らねえ、だってどこでも見てねえんだよ、いつも言うこと変わんねえ、俺はいつも通りでかましてる。見たことねえなら見てくれ、ここに今俺いるでしょ、いろいろやってる、それはかっこいい、リスペクトはこもってるけども、これはバトル差しに行く形、俺の仲間たちが見てる、高みに上がってく、ここは通過点、バラバルイ投げ。よう、今日だけじゃねえってことだよ、リスペクトがあるならイベント遊びに来い、そしてダンスも見てかっこよく踊りて、いつでも変わらん、ここ来たならどこでも俺ならベストバイカール、腹の内側時川、分かってんのかなかな、yeah、ダンスで踊りたいじゃない、俺舌の上でビートと踊りたい、踊りたいならば誇りが俺の心で伝ってるから、俺のカラー見せつける、これが個性じゃねえ、どうせ汗言ったって変わらねえ、俺のスタンス尽きる尽きることはないスタイル、だからこのラップ使って変わってきた、嫁に立ってこれで会ってきた、ダンスしたから出会ってんだって、みんなもそうだろ会ってんだって、ああ何がかっこよくてかっこ悪いかグレー、このラップで決めたらわかんでしょ、はい、俺がアスカだ、アイスタッフ。ナイスバトルでした。ですが白黒はつけさせてください。先攻 S1、 後攻アスカ AKA キャットマン、まずはアスカ AKA キャットマン、それでは先生方お願いします。先攻が青、後攻が赤です。いきましょう、ジャッジ。赤4本勝者、高校アスカ AKA キャットマン、 S1 にも大きな拍手を。